大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと、深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。往々にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。客から得られる情報は漠然としている。だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。彼女の前方に一人の賞金稼ぎが立ちふさがる。荒い息遣い、ギラついた瞳。その賞金稼ぎは女をにらみつけ、有金を渡せと吠えた。勝負は一瞬で終わった。女のため息が
砂塵に絡む。彼女の力の源は復讐心だ。生々なものでは到底かなわないだろう。探していた標的を求めて女は森へと向かった。朽ちた教会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物を探しているようだ。包帯に覆われた表情には心なしか陰りが見える。草木が揺れ音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっているのだ。そして貴重な食料をめぐり当然のように争いは起こった。無事に食物を手に入れた男は教会へ戻ることにした。朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうと目白ぎしたが、弱り切った体では食料を受け取ることすらできない。少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の顔を見つめていた。町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると突然機械兵が立ち上がる。よみがえった機械兵は女へ銃口を向け、うなり声を上げた。賞金稼ぎの女は倒した機械兵の記録を確認する。かつて王子であった少年は王国を追われた身だった。共に旅をしていた男は彼の友であり護衛であった機械兵。しかし少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者全てを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき
意識は薄れ、王国さえ滅んだが、男はずっと自らの主を守り続けていた。女は二人を弔う墓を建てると、静かに森を立ち去った。